3、2、1、2の3あ、音まあいいや、はい、ということで、はい、夫のですね、隣のでかい UDX っていうビルがあって、はいはい、そこで、なんと野外ピアノライブを行うことになりました。イエーイ、イエーイどうしたまでに行くよいつもこんなのかな、どうしたのかな、はい、ということで UDX イルミネーション2022ということで、はい、夫に、所属もしくは関係するピアニスト4人を招いてですね、野外ピアノライブを、本日、夕方17時ぐらいからかな、はい、なんだったっけ、イルミネーションか、イルミネーションの点灯式、はい、点灯ライブですねカタカナが出てこない、はい、あれが光ります、ね、ということで本日のゲストのピアニスト、はい、古畑真理子です。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の意気込みをお願いします。今日の意気込みはちょっといい、頑張りますあなた弾かないでしょでもかゆちゃんね手伝ってくれ、はい、マジありがとうございます、はい、そう、こんなにね、かっこいい舞台がね作ってくださってね、クリスマスツリーがバックにあって、もうこんなかっこいい舞台で弾けるので精一杯いい音楽できるように頑張ります。はい、はい、ということでございます。今日はね、エレクトロボイスのエボルブ50というですね、スピーカーを使って、カバイの ES120 ですね、はい、使ってます。これね、はい、スピーカーの音どうです、マリリン。スピーカーの音いいよ、忖度なしで言っていいよ。まあ、メーカーの人来てるけど、はい、さっき自分が弾かない他の人が弾いてる時に音聞いたんですけれど、もう近くで聞いても遠くで聞いてもすごい高音も低音も中音もクリアに聞こえてて、なおかつ響きがちゃんと、なんでしょう、ミックスされてる、ように聞こえてたので、電子ピアノで本番や何回かやったことあるんですけれど、一番なんか満足して、お客さんとして満足して、あ、めっちゃ嬉しい、すごい、思いました。いや、めっちゃ嬉しい評価ですね、すい、はい、ということで、はい、マリリンが、3番目の登場になりますので、はい、19時です。19時、はいはい、からになりますので、よかったら、秋葉原、まだ間に合うので見に来てくださいね。お待ちしております、はい、ありがとうございます。